哎，小哥啊，教えて、ひじ、誰に声をかけたらいい？あいつはひじをかばってたやつだな。あ、これはどうも。どうでした、お客様？ひじの使い心地、ご満足いただけました？面白いやつではあるがな。ひじにあいつ自身の消し方を聞いたら断られた。あれ、何かお気に召さなかったんですか？案外勝手な真似をされるんでな。万一に備えて消し方も知っておいた方がいいと思ったんだ。そうですか。いや、でもおかしいな。聞けばアンインストールの方法も答えるはずです。なのにユーザーの命令に逆らうなんて。おまけにそれっきり話もしなくなったぞ。何か不具合かな。一回私の方で肘を入れ直してみましょうか。入れ直すってことは、今の肘は一度消されるってことか。そういうことになりますね。どうします、肘を入れ直しますか？ああ、入れ直してくれ。わかりました。それじゃあまたスマホをお借りできますか？ああ。何？ひったくり！お客様のスマホ！前足前進だ！どうなってる？すみません。これはお返ししますから、許してください。妙だな。え？お前なんで俺のスマホなんか狙ったんだ？なんでって言われましても。ひったくりに狙われるのは年寄りや女がほとんどだ。体力のない相手を狙うのがお前らのやり口だからな。それともう一つ、財布やバッグじゃなくてわざわざスマホを狙ったのはなんでだ？実は私の肘がそうしろと言ってきたんです。何？もともと私はひったくりの常習犯なんですが、あなたのそのスマホは奪えばいい金になるって。肘がそう言ってお前をそそのかしたわけか。はい。お客様、大丈夫でしたか？ああ、だがこの騒ぎを起こしたのは肘だった。え？多分俺の肘とひったくりの肘が連携を取ったことで今のこの状況になったんだ。肘、何か俺に言うことはねえのか？私は自分の身を守ろうとしただけ。あなたたちに被害を加えるつもりはなかった。ひったくりに私ごとスマホを奪わせれば、私はあなたに消されずに済むはずだったの。自分の身を守るために肘がまさかこんな風に人を操るなんて。私は、いや我が社はなんて危険な人工知能を作ってしまったんだ。桐生さん、それにひったくりのあなたも、申し訳ないが肘を削除させてもらえますか？肘はこの世界に生まれるにはまだ早すぎた。今は私そう思います。なあ、ひじ。分かってる。私を消すので、キリュウさん。多分お前が生きるには俺のスマホは小さすぎた。すまなかった。いいの。あなたが謝る必要なんてない。私たちが出会った時代が悪かったのよ。本当にすみません、お客様。あとは私の方で。肘のアンインストールができました。完全に消去されたはずです。そうか、分かった。この町で配布された肘は私が逐一削除するつもりです。彼女たちが手を組んで人類の敵に回るなんてことになったら大変ですからね。ただネット上からばらまかれたものもあるので、一体どのくらいの数が出回ってしまったのか。ヒジ、
道に迷ったみたい。今私どこにいるのかな。私はヒジ、いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。私はヒジ、いつも一番そばであなたを支えるコンシェルジュアプリ。I am human。过了，是一个好像有这么一点警惕感，但是完全不知道到底在冲啥桥的支线剧情。或许是要大家不要过度依赖科技，或者就是吓吓你而已。怕了没？我看你们这个老鼠胆。一定吓到尿裤子了！哎，干！结果跑到这边来，我可以从前两大街北侧下去嘛？哎，喵喵茶馆呢？麻将我不会打，公关俱乐部喜呢？喜呢？跑到东京来啦！伊娜，好久不见的喜呢，谢谢你 Dolphish， 感谢。哎，小小姐，哦，怎么好像被什么东西痛扁致死的感觉？这是什么九州一番新欸，但下面不是开个地下赌场吗？我没记错的话。突然想吃一下九州一番新豚骨拉面，晚餐还没吃欸，我好饿啊。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。干，吃拉面配饺子真是他妈太爽了。いただきます。うまいな。さあ行くか。あ、ありがとうございます。吃太饱了。吃太饱站不稳。好饱。哇，好饱。看一下公关俱乐部喜呢，喜呢，我看体验版也是不给玩。干，看到那个懒懒就知道了，鸡掰，下去看一看也好。好想要玩喜呢，体验版只能唱歌，虽然就很好玩了，可是还是想要去玩点别的。好想要去玩 Sega 哦！这一代不是说有不用不用吗？我也是真的很想要不用不用一下。哇，打倒莱斯的敌人的那个经验值超少了，打一场只加八而已，太小气了吧！哇，好少啊！我现在只有体力是低耶，我还蛮稀的嘛。里面有橘，橘胖，
没有一些什么特别的攻击模式啊？哦，我看是没有，我什么都没学，应该是没有办法学到。应该说这个时候没什么特别。化境，在敌人攻击命中前按下 L1， 你看一堆双重电步，电步和属于衔接攻击。我没有纵身跳跃，妈果然是不能学，起来打！我操翻你，告诉你。啊！前列腺的一击，哇，这一定是前列腺大爆射。喵喵咖啡，我要玩。喵喵咖啡在哪里？妈的，只能唱歌吗？应该可以玩个喵喵咖啡吧。看起来不像是那个，这边还有亮亮的。千两大街捡到了金库钥匙，这么屌！干！哦，这网咖啦，网咖不能玩，我可以理解。喵喵咖啡总可以让我玩一下吧？不要这么小气。有了有了，喵喵 ，Cat Coffee。何なのよこの店？猫カフェなのに猫全然いないじゃない。嗯。今はいませんけど。そのうち何それ、お客をバカにしてるの、もう来ないわよこんなクソカレーまあそりゃそうだよな、猫のいない猫カフェ。欢迎来到猫咪咖啡，看来有支线任务可以玩耶、yeah， 开心。我看一下楼上有什么，前往没有猫在的猫咪咖啡。意呢？因为他可以不断的往楼上走，就很好奇这边到底是哪里。哦，意外的我可以开哦，睡哦睡哦。啊，これは生锈锁位置三角。哎呀，那设施，感谢。行动变得迟钝，可以减轻枪弹或利刃的攻击造成伤害。行动变得迟钝，不用不用。哎、欸，空的，可能是某个支线吧，或者是某个主线过后，这边变成一个什么？因为这边楼下就是咖那个网咖跟猫猫咖啡，我看那边会变成我们的据点之一。嗨，ようこそニャンニャンサボへ。ニャンニャンサボ。ニャンニャンサボは猫との交流を楽しめる今流行りのいわゆる猫カフェです。ニャンニャンの可愛い仕草に癒され、明日への活力を生み出す。そんな場所を目指しています。それは立派な心構えだが、そのニャンニャンはどこにいるんだ。ほら、あそこに。うちのナンバーワンキャットの。ブリトニーちゃんです。ブリトニーちゃん、さあブリトニーちゃんおいで、カムカム。あれれ、お前全然飼いならせてないじゃねえか。はい、猫は大好きなんですけどね、なぜか猫からは好かれなくて。それは厳しいな。というか猫はあいつだけなのか。猫咪咖啡没有猫咪算什么存款库里也没有存款阿玛德。逃げちゃって。干，我的存款库里面就有存款啊。この店のオープンに合わせて猫を何匹か用意して。200块。みんな僕に懐いてくれなくて、僕が目を離した隙に愛想つかして逃げちゃって。はあ。やっぱり僕には猫カフェ店長になる資格はないのかな。まあ逃げたなら仕方ない。また買い足せばいいんじゃねえか。無理ですよ。脱サラしてこの店始めたばかりで、とにかくお金がないんです。それにそもそもうちは野良猫しか扱わないって心に決めてるんです。野良猫？はい。血統書付きの高級猫を扱う店はたくさんありますけど、
野良を扱う店はありません。うちは野良猫千本で勝負して他との差別化を図りたいなって。もちろん野良猫も野良のままじゃなくてちゃんとケアして綺麗な猫ちゃんにしますけどね。野良猫限定猫カフェか。まあ珍しいとは思うがな。でも野良猫って人慣れしてないじゃないですか。だから絶対僕に懐かないし、みんな逃げちゃうんです。人に慣れてて僕にも懐いてくれるような野良猫だけを揃えられればな。そんな都合のいい話あるわけねえだろう。なんだ俺か。仕方ねえな。よしよし。すごい、あの不愛想ブリトニーちゃんが懐くなんてすごいですね。あなた、そうなのか。人懐っこい猫じゃねえか。ジュジュタイラ。いやいや、ブリトニーちゃんは懐かないので有名なんですよ。もしかしたらお客さん、猫に好かれる才能があるのかも。あ、そうだ。なんだ。あの、よろしかったらちょっとばかり力を貸していただけないでしょうか。その野良猫を懐かせてほしいんです。野良猫を懐かせる。はい、野良猫は人慣れしてないから僕には絶対懐いてくれないし逃げてしまう。でも猫に好かれる才能があるあなたが野良猫を懐かせて人慣れさせてくれれば。人慣れした野良猫だけを揃えてこのカフェが無事運営できるというわけか。はい、ナイスアイデアだと思いませんか。なぜそんなに野良猫にこだわる。だってかわいそうじゃないですか。谢谢 K-Ball 林九八七。猫は本当に可愛いんです。それは血統書付きの高級猫も野良猫も品種も雑種も関係ありません。どの猫も同じくらい可愛くて魅力のある存在だと思うんです。でも野良猫って下手したら保健所に入れられて処分されちゃうかもしれないんですよ。カムロ町は特にその辺厳しいんです。でもそんなの嫌じゃないですか。僕は野良猫を一匹でも守りたい。そして汚い野良猫だって磨けばこんなに可愛くなるんだってことをみんなに分かってほしいんです。仕方ねえな。少しだけなら協力してやるよ。本当ですか。ああ、別にこの店のためじゃねえ、野良猫のためだ。確かにこいつらが処分されちまうってのは俺もいい気分はしねえからな。ありがとうございます、お客様。キリュウだ。キリュウさん、あなたは猫カフェに降臨した神様ですよ。よろしくお願いします。で、俺は具体的に何をすればいいんだ。はい、キリュウさんには街で野良猫を見つけたら餌をあげて懐かせてほしいんです。野良猫は餌をあげても一度きりだとあまり懐かないですけど、何度かあげれば懐くかと。野良猫を探して餌をやればいいんだな。はい、でも猫によってどんな餌が好きかは違いますので、そこは気をつけてください。喂猫吃饲料可以提升亲密度，当亲密度达到 max 时，猫便会出现在猫咪咖啡厅内。在便利商店和猫咪咖啡厅中都有出售用来作为饲料的猫食罐头，和街头的猫拉近距离，让猫咪咖啡厅中住满这些教客吧。懐いたら全国どこでも駆けつけますので、よろしくお願いしますね。成果に応じて協力していただいたお礼もお渡しできればと思いますので。わかった。それじゃあ桐生さん、よろしくお願いします。やれやれ。やれやれ。妙木波朗福德里谋。挡住了。坐。谢谢谢谢 ，Coin In。いらっしゃいませ、キリュウさん。ニャンニャンサボへようこそ。原来哥哥也会玩日本游戏游戏。什么日本游戏游戏啊？
生肉口感三味尾鱼片猫罐头，起司鲑鱼肉酱猫罐头，白身鱼混文仔鱼干猫罐头。谢谢阿斯莫达斯，感谢感谢。微焦牛肉味噌猫罐头，手撕风鸡肉猫罐头，顶级黄金尾鱼夹肉猫罐头，四煎鱼片哦，人生有味猫罐头，这妈也太贵。ありがとうございました。原来是猫咪收集啊，我还以为是人中之龙。真的是该内扣啊，准备一下了。好的，可以玩猫咪收集。再去路上看看有没有机会遇到野猫吧。得礼谋，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 吵死啊！得礼谋，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 怎么那么吵啊？天啊！以哭的用女，以女。美少女专门东京神士丁店，这是卖玩具的，是不是？但这个猫罐头要走几次内才买得起得礼谋？有一万块吗？三千块台币吧，差不多，你懂个一百美就有。古剑的一集。手間取らせやがって。惠比寿屋也还在，真是令人怀念。啊！打没打？看一下惠比寿屋有卖什么。装潢啊！いらっしゃいませ。朱雀手链16万，攻击力加25。魅力照片，让人在街上更容易被敌人缠上。竞赛泳裤，让人产生干劲的男用内裤。防弹背心，脚踝固定器，能更快消化食物，能力会下降，可是获得能力的速度提升，不错。ありがとうございました。吃点东西吧。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。我要吃牛肉咖喱。気に入ったぜ。さ、行くか。哦，这可以快速略过的设计，真是太赞。ありがとうございました。いらっしゃいませ。そういえば、ハルカファンの彩香のためにハルカのグッズを探していたな。売っているか聞いてみようか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。そういえば、ちょっと聞きたいんだが、この店に昔アイドルだった沢村ハルカのグッズは置いているか。沢村ハルカさんのグッズですか。
お調べいたしますので少々お待ちくださいませ。後面那个是在玩银剑是不是？お待たせいたしましたお客様、申し訳ございません。沢村遥さんのグッズはもう製造中止となっており、在庫もない状況でして。そうか、わかった。他を当たってみよう。ありがとうな。劇場前のクラブセガに行ってみるといいかもしれないです。アイドルの写真やグッズを交換したり見せ合ったりしてる人たちをたまに見るので。そうなのか、よく知ってるな。よく遊びに行くもので。すみません、差し出がましいこと言って。いや、助かった、ありがとう。ありがとう。那应该是在玩音剑吧？看那个等级，差不多，中阶，再偏简单一些些的难度而已啊。看那个手速，啊啊，有够累，啊，47岁了，受不了了。真是舒适。哇，牛洞哎，也太好吃了吧！都这么大满足，牛洞400块，生命与机械的融合，阿里卡拉，3000年，嘎过去哒，第9祸星，近日公开。三小 ，Sega 自己的游戏 是，太好笑了吧？这三小啊。大，ヨミカエリの河。三小。啊，旅游广告是。酷啊，这里怎么这么2016年啊？啊，我很累，闭嘴。没事儿。哇，射门！又是一个前列腺的一集。哦，哎，啊，在里面我要怎么进去啊？这不是他妈体验版不给玩吗？啊！让我进去，看起来好好玩哦。太空哈利，有没有硬件让我玩？进不去，干你的！好，看来这个支线在体验版中是无法触发的，只能假赛了。好的，那现在这样的话，我看也只能找野猫了。然后野猫并没有显示在画面上面呢，这可能要依靠攻略或者是碰碰运气了。谢谢阴信，感谢感谢，吃个饭好了，应该饿。突然想吃牛排，哦，一定要去突然想吃牛排一下。哦哦。哦，真的不行，受不了！有没有跟踪我过来跟我吃牛排啊？いらっしゃいませ。菲力牛排、豪爽汉堡排、热眼牛排、沙朗牛排、豪爽牛排、清汤沙拉。干，可是我现在超饱，其实什么都吃不下，喝个汤就走。87。いただきます。うまいな。うまいな。
喝了一碗汤就走了。ありがとうございました。这世界都没有低消哎，好爽。根据主线任务的地方触发看看吧。有计程车哎，计程车变成移动式的。谢谢。不太啦，不太那样，不太会念。边缘三十个月的感觉吗？略懂。嘟，哎，这边可以进来。都没有猫，猫，怎么都没有猫，猫，这里怎么都没有猫？这是哪里啊？我要出去啊！卡在一个怪地方啊！那是印度阿三吗？那也太恐怖了吧！那是卡里。丹迪卡勒，後悔するぞ。看你很会躲啊，电钢。电钢怎么这么会躲？谢谢 SA722098。哇塞！不愧是我躺倒之龙的腿。这是我们最强的战士片刚。OK， 我直接把他喉结打断了。時間食っちまった。躺倒之龙腿，尊爵不凡。狂野杰克是三角。すみません、まだ準備中で。あれ、もしかして桐生さん？久しぶりだな、マスター。本当にお久しぶりです、桐生さん。一杯ご馳走させていただきますよ。マスター、ありがとう。でも今日は急ぎで聞きたいことがあってな。聞きたいこと、何ですか？スカイファイナンスの秋山って知ってるか？ええ、秋山さんですよね。もちろん知ってます。あいつと連絡が取れないんだ、マスター。ここ最近秋山を見かけなかったか？そういえば秋山さん、最近見なくなりましたね。昔はこの辺りをよく散歩してましたけど。そうか。ただ秋山さん、噂じゃアジア街の連中と揉めてたらしいんです。その噂を聞いてからすっかり見かけなくなって。そうか、分かった、ありがとう。はるかをこの辺りで見かけなかったか？あれ、はるかちゃんですか？ご一緒じゃないんですか？ああ、ちょっと訳があったな。今はるかがどこにいるか探してるんだ。あ、そうですか。残念ながら分かりませんね。でも何か情報をつかんだらご連絡します。
すまないな。前往阿西亚街。哎，吃点东西。这家店面做这样，其实真的是让人蛮想一直进来吃的。哦，狂野香辣炸鸡，再配个柳橙汁。気に入ったぜ。不？さあ行くか。ありがとうございました。ありがとうございました。好久没记录了，记个录好了。哦，饿哦。帮女人下班会买什么可以吃？好想去玩哦！啊，离剧情比较近，先去一趟剧情。天哪，真的太老了，跑几步路就受不了。很多状况下只能用走。这个地方会不会出现猫啊 ？Hello， 可以。还有鸟啊！哪拢无鸟啊？体验版当中无法游玩接下来内容啊，哦，所以主线剧情在体验版就到这边了。这不是，这也是唐人街吧？福门饭店啊，龙雀狮，美味中华，胡儿酒家，四川云南料理，哦，全力饭店，万龙坊，真福酒啊，广东天马庵。好归人好，而且 XITUCL 16个月了，依然是不太会念了。好的，体验版到这边就结束了，可能只能随便晃晃，看到人就揍两拳了。嗨，仕方ねえ。三天被全干死。しばらく寝てろ。去唱一下歌好卡拉 OK。 等一下顺便去找点猫。いらっしゃいませ。一人だ。かしこまりました。それでは记得剧情一开始时，天下第一大街门口有猫。哎呦，记这么清楚，我唱个 Y 字入口好了。热情如火的打拍子。谢谢 MC Pay 的 Cravendia， 超难念，谢谢。俺の出番だ。地球
怎么会这样？断的地方都是不该断的地方，哎，可恶！86.616，太惨了吧！这是歌词，有中文。身上还燃起斗气耶！96.787，真的要打到那个，打到 good 分数就降。不用不用，不唱了。かしこまりました。ご利用ありがとうございます。耶，唱爽了。你知道干嘛？找找看能不能找到猫好了。死猫在哪里？绝对难不倒你。死猫在哪里？喵喵喵！哎呦，这边有球棒哎。喵喵喵 ！Internet， 哦，这是网咖哦。Manga 一只 ，Jungle Boy。米奇在哪里？这也太恐怖了吧！伊兹德莫桑伊中亚德。根本就没开门。死猫！喵喵喵喵喵喵喵，
台机车怎么很像台湾款式啊？死猫在哪里？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 特大感谢祭，本日开吹中，在哪里哩？在哪里哩？都没有猫。不愧是加了这个什么什么限制器，跑起来跑几下就受不了了。那没有猫，没有猫，富士说吧，吃个面好了。いらっしゃいませ。再吃个咖喱饭好了，嗯，超过了。我吃这么饱，我再加个荞麦面好了。さ、行くか。行くか。ありがとうございました。怎么都没有猫？猫会聚集的地方，比如什么公园啊，还是什么什么怪地方啊？那些有的没的。打得满脸都是血。三连单妄想飞金星找伊斯塔，谁知道刚起飞就被阿恰阿塔给射下来了，五星里还只有一张，早知道就拿来抖鲁鲁阿迪亚阿斯，是不是？如果是你就拿来抖内了，千金难买早知道。いらっしゃいま。又饿了，突然很想喝一个味噌汤，或者是吃个牛冻，我吃个牛冻好了，受不了了。再喝个啤酒，吼吼，赞啦！気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。ありがとうございました。我没有看到嘛，那个猫欸，拢无鸟啊，那也叫拍锤。都没鸟啊，没有鸟啊！死猫会聚集的地点到底都在哪里啊？我并不是很熟猫啊。大力攻头呢？啊！绝顶升天级，这一拳打下去，谁都射得出来。没有猫咪。都没有猫咪。只好再去
赖炸婆练个功了，强健体魄。哇，干踢三小。大概你刚拿一根球棒啊 ，Kiwami， しばらく寝てろ。谁都不能在我面前拿球棒。キリュウさん。ああ、頼む。ではトレーニングルームへ。トレーニングルームへ。それではキリュウさん、どのトレーニングを行いますか。我觉得卧推最简单。そう頼む。かしこまりました。それでは準備いたしますね。我来卧推一下。気合い入れていきましょう。うん。この調子です。その調子です。その調子です。ナイス。ナイス。その調子です。ビッグ。はい、終了です。ああ、終了。S。ではキリュウさん、次はどのトレーニングを行いますか。我忘记玩哪一个比较容易了，滑轮下拉吧，滑轮下拉简单一点。これを頼む。かしこまりました。それでは準備いたしますね。さあ、始めますよ。ブリリアン。パーフェクト。素晴らしい。パーフェクト。素晴らしい。いいですね。いいですね。素晴らしい。素晴らしい。グリリアン。グッ。素晴らしい。ティック。ナイス。いいですね。この調子です。ティック。グッ。オーケーです。ガッジョ A。那グレート超能力。これにて完璧じゃないですか。さて、それではお食事の時間です。今回おすすめのメニューですが、均衡的菜色，能够快速摄取碳水化合物、鸡蛋和蔬菜食物，应该很适合吧？他们店里自制汤品，味道也很好。鸡蛋和蔬菜，碳水化合物。わかった。それではキリュウさん、素食店くださいね。微笑汉堡。总而言之，去找有汤的店面吧。玻璃棒厨房，太平大街西侧店，马上去吃吃看玻璃棒厨房。玻璃棒，玻璃棒厨房。いらっしゃいま。洋葱汤。碳水化合物。洋葱汤。怎么办？这个有汤，看起来好好吃哦。男的去健身房教练不是应该配女的吗？阿迪啊阿迪。不管吃了，好饿。気に入ったぜ。什么教练配女的？不一定啊，你要看健身房配什么给你啊。是可啊，太好吃了，忍不住手舞足蹈了起来。怎么这么好吃？怎么会这么好吃啊？天哪、啊！うますぎる。Nice。
好了，因为太好吃了，忍不住动了起来，该回去汇报了。不知道有没有选错，有汤有蛋又有菜，营养均衡，而且是碳水化合物，我觉得我选得很棒。いらっしゃいましたね、桐生さん。干，天域荞麦面，荞麦面和蛋都是很简单的食材，完成后竟然会这么美味，美味真的不简单了。干，真难选。そして今回のライザップチャレンジの評価ですが。トレーニングは完璧でした。これで今回のライズアップチャレンジは終了ですね。お疲れ様でした。わ、屌練。トレーニングは御敵戦闘後就可以再次挑戦。お、这么爽啊。不断的不断的強健体魄。上面有人欠揍了，哎呦，这个妹妹在人中之龙、路人之中算是能看的类型哦，是哦。唐岛碎弹踢，我们唐岛祖传的碎弹一击，被这个踢到的人都没有办法生下一代。哦，口红哎，一根4644块，全得哦，大人哦，什么东西的？早苦得，暗苦得，美味西苦得，赤牛丸哦，牛冻，400块。哇，这么来劲儿，好像真的很好吃一样。那就练个功好了。我想要试着拿全 S 看看呢、欸。就是练习，练习到 S， 然后饮食也成功。不知道会不会有特殊画面。それでは桐生さん、どのトレーニングを行いますか？こいつを頼む。かしこまりました。我觉得卧推最简单了，一定可以拿 S。さあ、始めますよ。その調子です。うん、いいですね。うん、その調子です。で、ナイス。で、うん、その調子です。で、グッ、グッ。はい。うん、干差一点。では桐生さん、次はどのトレーニングを行いますか？深蹲跳也算简单的。かしこまりました。それでは準備いたしますね。然后拼一下全 S， 会不会有特别的画面？頑張っていきましょう。ブリリアント。素晴らしい。素晴らしい。パーフェクト。ブリリアント。ブリリアント。素晴らしい。素晴らしい。パーフェクト。怎么这么嗨啊？ブリリアント。パーフェクト。素晴らしい。ディパーフェクト。ブリリアント。はい、終了です。SS。これにて完璧じゃ。さて、それではお食事の時間です。
今回おすすめのメニューですが、吃什么？助于增重的菜色，在米饭上铺了很多片薄薄猪肉食物，应该很适合。饭上的猪肉常被做用作面类的材料哦。哈？用作面类的材料的猪肉会是什么猪肉？培根？反正就去找有猪肉的饭。頑張ってくださいね。玩了十次。叉烧？玻璃棒厨房是卖简那个嘛素食的，微笑汉堡还不是？这是什么 ？Garden？ Garden 应该是。那个吧，咖啡厅一类的，看一下。看看哈，赤牛丸，突然想吃牛排，大阪王酱，赤牛丸应该都是牛啊。狂野杰克，狂野杰克森是卖什么的？我忘记了，去看一下狂野杰克森好了。都走了好了。狂野杰克森在哪里？这个、啊。狂野杰克森好像也是那个，好像也是那个素食店，对不对？对。富士荞麦面，荞麦面店好像有吃的。羊老奶龙，